部屋着。大好きでござる。ありがとう。この人を理解してできないのね。ファンとして悲しすぎる。いや別に私これは友達が橋本環奈のモノマネしてるから一緒に来ただけで別に橋本環奈のファンではない。三次元にあんまり興味ない。さっきスクショしたら裏地だった。いや、でしょ、裏地でしょ、よく見たら。ドラクエ9は、9はクソ。なんでそんな早口なの？早口じゃないと読めないから。昨日は部屋着。読んだね、全部。この、ルーラしたい。可愛すぎて好き、ありがとう。後ろなんかあるよ。私の部屋だからね。ドラクエもういいわ。ドラクエもういいとか言う人は許せない。ビアンカとフローラ、絶対フローラ。ビアンカは好きじゃないっすね。可愛すぎて好き、ありがとう。キリツ、どういうこと？縦ってことか。この世界でルーラ使いたい人も遊びに行けそうだね。立ってる方がいい？立ってる方がいい。Q クソゲーとか、Q はだってさ、地図がもう、あれは地図がどういう説明されてるのかよくわかんなかった。6がでも一番面白いですけど、3、5、6、あとね、トルネコのね、ダンジョンとか好きですね。子供のヤンガスのダンジョンとかも面白いし、あとテリーのワンダーランドとか、スライムモリモリワンダーランド好きですね。味綺麗な、ありがとう。みんなありがとうございます。なんかめっちゃフォローしてくれる。吉岡里帆かと思って、吉岡里帆めっちゃ好き。身長154センチです。お、来たか？何が？あ、しげ、ありがとう。疲れてるなら座っていいよ。今日ね、友達とゲームしかしてない。ごめん。なんか心配してくれたり。ドラクエ好きって嬉しい。本当私ドラクエめっちゃ好き。お、橋本通りやん。これでだけの本当にありがとう。大阪府知事です。7はね、まあまあかな。7はね、マリベル割と可愛いなと思って。マリベルはね、マリベル何が可愛いかって言って、マリベルはね、ツンデレで、旅に、命がけなのについてきてる理由が、主人公のこと好きなだけなんですよ。好きな男のために命張れる女ってマジで尊いと思う。はい。運動してますかしてないです。ドラクエ6しかやってこない。ドラクエが一番面白いよ、でも。徳永秀明。名前だけ知ってる。かな。165あると思ってた。ごめん、ない。相手できる。エデンの戦士たちね。足交換してほしい。ダメです。足太くなっちゃうじゃん、多分それ。あ、待って、バナめっちゃありがとう。太ももサスサスしてる。なんでそんな、みんな。100% ビアンカ。いや、ビアンカはね、ビアンカは、他の女と結婚したくて冒険してる男を部屋に連れ込んで止めたあげく、結婚だ、どっち選ぶか選ぶ前日に、あれだよ。宿の前で待ってんだよ。もうなんかさ、体で誘ってんじゃん。ああいうとこ良くないと思うね、ビアンカの。これ、橋本環奈の服ですね。みんなフォローありがとうございます。なんか、人が多すぎてどうしたらいいかわかんないんやけど。部屋着着てや。いや、もうまた着替えんのやし、23時だったら配信やめるよ、今日は。そう、エルデンリングやりたいんよ。なんか6000人いいんだけど。ドラクエハマる女性なかなかおらん。そうなのかな？私でもドラクエが好きすぎて。ここの辺とかもそうだけど、あっちも全部ドラクエだよ。ダンスうまそう。ダンスできないのごめんね。インドネシアからこんにちは。こんにちは。6K。なんでこれ 6000? 待って。なんかバラめっちゃありがとうなんだけど。なんでこれ 6K いんの？これ何が楽しいの？ 6K の人たちは。橋本環奈の衣装です。こんにちは。みみこです。よかったら Twitter、TikTok、Instagram やってます。フォローしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。Twitter って、あ、待って。なんかバラめっちゃありがとう。ね、Twitter と TikTok と Instagram やってて、よかったらフォローしてくれると嬉しいです。Twitter はリプライ全部返してるから、リプライしてくれたら、多分大体フォローはしてます。で、インスタグラムは、フォローしてくれると嬉しくて、認知してるんだけど、返信したら DM になっちゃってよくわかんないから、あんまり触ってないです。え、待って、今日ありがとうございます。なんか、なんでこんなに人がいるんだろう。8000人なんか見てるんだけど、なんで？ YJ バランス 10K 行くやない？ 10K 行くかな？待って、ギフトありがとう。ありがとう、サービス、デコルタキリありがとうございます。なんかコメントが外国人多くてちょっとどうしたらいいのかわかんないんだけど、よかったら Twitter、Instagram、TikTok やってくれると嬉しいです。よろしく、見てくれると嬉しいです。可愛いからありがとう。今こそカビゴンどういうこと？わからない。なんでこんな人いるん？ちょっとごめんね、コメント終えてなくて。コメントが終えてなくて本当に申し訳ありませんが、よかったら、今、8000人の方いらっしゃるんで、よかったら一人でも Twitter、TikTok、Instagram、見に来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。え、なにこれパンダとか、なんかバラとかありがとう。ハイキック。待って。コーヒー蹴っちゃう。ハイキックなら全然できる。こうだよね。こうでしょ？筋トレはしないけど、蹴りが特技かな。でも、テコンドーをやってて、だから、蹴りが得意っすね。でも別に蹴りできたからって何も特技
なんかね、コスプレで経歴するキャラとかだと使えんだけど、見えて、これはでも黒いやつだよ。これ、下履きなんで、見えていいやつ。黒は見えていいやつなのよ。ごめんね。なんか、パンツじゃなくて、中も黒も全部黒。こっち向けではしないっすね。経歴でありがとう。なんかヤフージャパンさん、アメちゃんありがとうございます。普段コスプレとかしてます。よろしくお願いします。白はね、これ裏地の色で、この下履きの。逆の足でも別に、逆の足だからどうってことはないんだけど。なんかね、自覚の足は人体一回切ってるから、あんまりね、やったら良くないんすよ。そんな感じかな。あ、待って、なんか猫の手ありがとうございます。Twitter、TikTok、Instagram やってるのよかったら見てくださいっていうのと、あとね、サイバーハニーっていうゲームで声優やってて、人気投票とかやってるのでよかったら、見に来てください。なんかごめんね、コメント読めてなくて。あむか、なんか人が多くて困った。どうしよう。で、告知しよう。じゃあ、3月の19日に、東京の新宿御苑で、一日店頭イベントしてて、催眠術師さんとか遊びに来てくれます。なんかよかったら皆さん遊びに来て、待って、ギフトありがとう。くれると嬉しいです。よろしくお願いします。あと、なんだろうな。待って、自分のスケジュール忘れた。自分のスケジュールを忘れました。こんにちは。待って、人が多すぎて困ったんだが、3月の24日は大阪でライブしてます。大阪のフェアリーテールじゃないわ、だどこだっけ、日本橋にあるライブハウスでライブしてます。告知また出すので、よかったら遊びに来てください。4月3日吉祥寺でライブしますので、よかったら開けててください。4月9日と30日は撮影会してるので、童貞殺すセーターとなんだっけ、チュンリーで撮影会してます。告知また TikTok でも Twitter でも出すので、よかったら遊びに来てください。あ、なんかすごい、なんか流れすぎてわかんないんだけど大丈夫でしょうか。どうしようかな、何したらいいんだろう。宣伝させて、人がいっぱいいるときに。なんか人来るときと来ないときの違いよくわかる。あ、靴下見たもんだよ。靴下見たもん。可愛くないですかこれ。可愛いの。カメラに向かって蹴って、蹴らないけど。なんかね、これね、見えたって言われるのが嫌なんだよね。足は全然上がんだけどさ、こう。待って、バラありがとうございます。てか、めっちゃギフトありがとう。なんかすごい、嬉しいです。ありがとうね。まあ、足は上がる、全然。これ、どれぐらい上げてたらいい？結構、いつまで上げてたらいいんだろうと思う。待って、バラとかありがとう。すごい、そう、すごい？待って、バラとかありがとう。なんか今日めっちゃフォロワー増えててどうしようって思ってます。すげえ、そう、すごい？これ。なんか、ずっと足は上げてられるよ。なんかね、こっちの足の靭帯切ってて、こっちの足を軸足で上げるとちょっと不安なんだけど、こっちの足上げてる分には全然いつまでも上げてられる。膝がだるいかな、でも。ももは平気なんだけど。そのまま回って、いや、回るスペースがないよ。部屋散らかってるから。待って、めっちゃギフトありがとう。アリーナこそは全然できると思う。ありがとう。なんか私でもね、バーバラが好きなんだよね。ファイナルファンタジー好きですか？ FF も好きだよ、まあまあ。なんかドラクエの方がさ、待って、ゲームとアイスクリームめっちゃありがとう。そう、よいしょ。アクションやるの、アクションもたまにやってるよ。待って、ギフトありがとう。彼女の猫、猫って何？バラありがとう。よいしょ。疲れた。マダンテやってください。マダンテやるとね、私の MP はゼロになりますけど、いいですか？待って、何歳ですか？ビアンカ選んでるよ、金髪になるって。あ、多分ね、そうだよね。フローラはね、髪の毛青くなっちゃうから、それだったらさ、デボラ選んだら最近のやつしかいないけど。待って、マダンありがとう。めっちゃ嬉しいよ、ありがとう。なんか下がってきた。フォローありがとうございますとしてね。今、何人いるの？なんか3万超えた。ありがとう。で、ギフトもありがとうございます。ありがとうね。なんかバラ60本、40本。好きな武器何ですか？ニーヤの百獣の体験とか、鉄パイプとか。ニーヤ、待って、めっちゃ嬉しい。ありがとう。めっちゃバラありがとうございます。マダンテしてください。マダンテ。4回ポーズできますか？どういうこと？ 4 回ポーズって何？わかんないけど、なんか
日本語じゃないと私割とわかん、英語はまだわかる。なんであなたが美しい、まあシア、おやすみおやすみ、ギフトありがとう、なんだっけ、パンアンゴグ、かわいい、ありがとう、んありがとうございます、魔法取らせてください、もうしてます、みんなの MP ゼロです。足の裏のから、これポケモンって書いてないのか、え、ポケモン、なんかメタモン、待って、なんか蜂、ありがとう、手帳投げんな、手帳投げた、私手帳どこやったんだろう、なんか手帳が消えた、あった、ごめん、ちょっと下がって、下がる、下がった方が見えやすい、メタモン見てて、いちじく、いちじくと、いちじくって何、ご挨拶こんにちは、Hi from the Philippines、 いらっしゃい、昨日片付けたのにまた散らかってる、いや今日友達来たから知らないじゃん、友達来たんだよ、やめてください、はい、何を、また蹴り見たい、蹴りする、小さな本、何、あ、待って、なんかギフトありがとう、なんかフォローありがとうございます、なんかちょっとごめんね、全然読めてない、輪ゴムが転がってる、輪ゴム、あ、これこれですか、輪ゴムは何だろう、なんでだろうね、さっきの蹴り素足でやってほしい、でも素足になると寒いよ、私、これ可愛くない、メタモンの顔ついてんの、友達のせい、友達のせいにしたらダメ、あ、スピーカーありがとう、嬉しいよ、ありがとうございます、また片付け配信するの、あの友達来る時とかの前日とかにする、友達来た写真とかはツイッターに上げてよかったら見てください、今エルデンリングやってるドラクエ以外で結構何でもするけどね、ゲームは、うん、足綺麗ありがとう、キスしていい、無理、その靴下ください、やばい、キモい、キモいって言っちゃった、ごめん、サービスサービス、それはあれだね、サービスサービスはあれだね、エヴァだね、はい、180度開く、180度開くよ、全然私、でもこれちょっとプレスで蹴っちゃうんだけど、こう全然開きますよ、なんかフォローとかギフトとか、あるいはどこから来ましたか、大阪出身です、あらあらと言ってみてください、あら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 、ありがとう、何、わかんない、ニコニコニーニコニコニー、ん、何、わかんない、そう、裏スカートを開いて、無理、スパッと、そう、顔地面つきますか、私いなくなるけどいいですか、私いなくなるけどいいですか、私いなくなるけどいいのかな、それって配信してるとして、ものとしていいのかしら、私がいなくなるのは、フォローありがとう、みんなスカート開いて、スカート無理だから、無理言うとるやろ、課金やぶや、足頭につけますか、どういうこと、こういうこと、そういうこと、何が見て楽しいのこれ、私いなくなっちゃうじゃん、何歳ですか、23です、どうしようかな、こうしたらいいってこと、え、これ何楽しいの、みんな見えてる、ちょっともっと下向けよう、さっきの蹴りをしてほしい、あ、蹴りするね、ちょっと待ってね、待って、もっと上向けないと頭見えない、体やるかい、体やるかい、体蹴り蹴り蹴りかな、こう、おっと、こんな感じで良いのでしょうか、あ、待って、バラありがとう、バラありがとう、なんかあとフォローありがとう、なんかみんな応援してくれて今日はありがとうございます、なんかフォロワーめっちゃ増えたから嬉しいです、ただツイッター、TikTok、Instagram、 テコンドですか、テコンドだよ、公立高校合格しました、おめでとう、ツイッター、TikTok、Instagram やってます、よかったらフォローしてください、なんかあとイベントとかいっぱいやってるので見に来てくれると嬉しいです、膝蹴り、膝蹴りって待って、膝蹴りするならなんか対象が欲しい、なんかこうドゥドゥっていくからさ、こうやるんだけど、ここも曲げるんだけど、どうだろう、こう上げんだけど、上げたら体重移動がさ前に行きすぎるから、あのミットとかなしにやると普通にこけると思うんだよね、よいしょ、あ、待って、ピエンみたいなやつ、バラありがとう、インドネシアから来ました、いらっしゃい、来てくれてありがとう、なんで調べればいいか、ツイッターで、あの、私のプロフィールのところにリンクがあるんで、ツイッター、TikTok、Instagram、ぜひフォローしてください。お願いします。あばら、ありがとう、めっちゃ嬉しい、フォローありがとうございます。めっちゃ嬉しい、ありがとう。ねりちゃぎ、あ、猫耳だ、猫耳来る、猫耳来る。あれ、来ない。あれ待って、猫耳待ってる。なんか強そう、そこそこ強いです。あれなんか遅延で来ないな。前見てキックしてくれる、前も見たらダメ、ちゃんと中来てる、中履いてるよ、大丈夫だよ、ありがとう、心配してくれてありがとう、
私はイタリア人です。そうなんですか。私日本人です。こんにちは。よろしくお願いします。皆さん、配信遊びに来てくれてありがとう。なんかそのうち終わりますけど、ゆっくりのほんと。Can you say こんにちは。こんにちは。ちょっと待って。水飲むから。喉が渇いたから無理。ああ、これめっちゃ可愛くない？足に首、足に首、首に足？どうぞ。あ、フォローありがとうございます。こうかな。こういうことです。あ、待って。外れた。こういうこと？かな。これでいいの？田中みな実似てますね。ありがとうございます。こう？よいしょ。また美しい。ありがとうございます。あ、もうそろそろ終わろうかな。なんか、疲れた。バラありがとう。じゃあ終わります。じゃあ今日も皆さん来てくれてありがとうございました。じゃあね。バラめっちゃありがとう。待って、バラ投げ終わってくれるの待ってる。赤は履いてないよ、マジで。はい、ありがとう。単優成功。なんか、ありがとう、ありがとう。さようなら、バイバイ。明日もまたよろしくお願いします。コップスライムバージョン、私もスライムバージョンも持ってるよ。全種類持ってるよ。あと、コーヒーのコップはこっち使ってる。なんかそういった、かかと見せ、かかと？かかと？かかとですか？なんでかかと見たいの？お兄ちゃん、両足いけるとは思うんだけど、パキパキ言うわ。ユーコスメルックスクール、ありがとう。明日何時？明日 !22 時とか23時とかじゃない？ガロク欲しい人いる？死ね。死ねって言っちゃった。死ねとか言っちゃダメだった。体高すぎそう。どこ住んでますか？日本。日本に住んでます。みんなフォローありがとう。じゃあ終わりますね。そろそろ。どの辺で終わったらいいんだろう。両足首にかけれるとは思うんだけどね。あなた今どこに住んでますか？日本です。どんな食べ物が好き？カレーが一番好きです。フォローありがとうございます。なんかギフトもありがとう。ありがとう。Can you say なんとか。名前は、名前ミミコです。両足やってください。ダメです。多分ね、柔軟せずにね、やると死ぬ。あ、なんか蜂みたいなやつありがとう。姉さん、僕はいる番です。そうですか。何人の方なんだろう。まあ、そんな感じでございます。プリティありがとう。両足やるとね、多分ね、柔軟した感じだと死ぬと思いますね。I love you, ミミコありがとう。フォローありがとうございます。いや、そろそろ、かわいいありがとう。最後、ブリッジはしないかな。相手バランスお願いします。この、なんかさっき見えるって言われたからさ。そう。そう、ストレッチしてからだったら多分両足全然引っ掛けれると思う。いや、できるできるできる、多分できる。高校の時部活でやってたから全然できたと思う。フォローしました。ありがとうございます。よかったらツイッター、TikTok、Instagram フォローしてくれると嬉しいです。で、なんかいろいろイベントとかもやってるので、見てないから大丈夫。本当ありがとう。肩にどうやってかっけられる？柔軟。終わらないパターンです。そう、なんかいつタイミングがわかんなくなっちゃって。と告知だけしてから終わろうかなと思ってます。じゃあ、告知だけしよう。3月の19日、一時テントイベント新宿御苑でやってますので、よかったら、遊びに来てください。3月19日です。あと3月24日が大阪でライブしてます。日本橋のところでやってます。告知まだ出てないんですけど、よかったら大阪の人とか遊びに来れる方、遊びに来てください。日暮らしのメドレーをやりたいなと思ってて。4月3日、かがみんっていう友達のライブ、吉祥寺でやってます。吉祥寺で、ライブやってて、シャングリラとか歌えます。あと4月9日と30日が、撮影会で、4月9日がチュンリー、4月30日が、童貞殺すやつ、セーターかなんか来てますので、よかったら遊びに来てください。よっしゃ、告知できた！告知できた。で、なんかフォローしてくれる人がまだいるから、ちょっとどのタイミングでやめたらいいのか分かれへん。どのタイミングで、最後なんかやって。首にかけるやつのコツ。肩を内側にやることかな。肩が外側にあると絶対無理。電気グループじゃなくて、アンジェラの方。僕らを目指したシャングリラの方。欲望が抑えきれずに、嘘にまみれた。自由を求め続けた。今なら冷えるだろうの方。フォローしました。ありがとうございます。サイメージの動画ほんと、サイメージの方の動画は結構ほんとです。今週の金曜日に、YouTube に、
あの、催眠、うだっち催眠カフェチャンネルさんの方に上がるので、よかったら見てください。で、なんか催眠術の配信がね、3月28日に催眠術の配信も参加するので、よかったら遊びに来てください。フォフナー、そうなの、好きなの、とかね、そう。結構アニメとかが好き、基本アニソンのライブとか参加して、あ、まだ猫ちゃんの手ありがとうございます。すごい可愛い、ありがとう。とかね。あと何歌おうか。あ、待って、猫の手 31? 何それ、ありがとう。え、めっちゃ嬉しい、ありがとう。待って、バラもありがとう。なんかみんなギフトありがとうございます。おかげで明日生きていくことができます。首に汗かけたら首折れました。首折れたら死んでるから大丈夫、折れてない。え、待って、猫の手72個?待って。ずっと猫でいた方がいいのかもしれない、これは。え、ありがとう。手帳あった、手帳あったよ。そう。え、待って、ありがとう。コングラスレーションチュー、オール、なんとか、待って、ゴーゴーありがとう。え、なんか、え、すごい、なんかみんなめっちゃギフトありがとう。え、バラまたありがとう。え、待って、なんかすごい、なんか、多くて私はもうどうしたらいいのかわからないけど、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。無言ライブしてください。無言だと人来ないっす。え、待って、ゴーゴーありがとう、めっちゃ嬉しいよ。え、 GG やった。え、これ GG なの？ GG って何なん、どういう意味？ GG って何？ラトゥアラルビチュワ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 。え、待って、わかんないんだが、ありがとう。で、 GG ってどういう意味？待って、 GG 980、え、待って、これ何個まで投げれるの ?100 個まで投げれるってことかな ?99 かな、え、え、待って、え、100!100 100カッコ!グッドゲーム、そういう意味なんだ。モーナのポーズか分かんなくなった。ごめん。ごめん。かわいい、ありがとう。え、待って、ヌゴンでも10球いくやろ。え、行くかな、行くかな、グッドゲーム、ありがとうございます。ありがとう。消えた、足の頭の後ろに渡します。やめて。何もやめてない。ほら、ありがとう。ペルーからなんだ。いらっしゃい。メイキシコからこんにちは、こんにちは。バラありがとう。バトルしようぜ。何のバトル？グッドゲー、グッドゲーム。へえ、そうなんだ。グッドゲームが GG っていうの知らなかった。え、ありがとう。なんかギフトめっちゃありがとうございます。明日もね、明日のね、22時ぐらいからね、綾波レイのコスプレで配信しようかなと思ってるので、よかったら遊びに来てください。綾波レイの、プラグスーツは足上げると破れるので、足を上げる。あ、音の盾ある。あれはね、ドラゴンクエストアイランドのやつですね。ありがとう。今日外人多い。そうだね。外人多い時に人がめっちゃ多くなっちゃってどうしたらいいのかわかんないんですよね。ありがとう。足180度いけますか？さっきやったけどね、180度。こうでしょ？こうで、こうでしょ？待って、香水瓶ありがとう。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいよ。ありがとう。フォローありがとうございます。いや、そろそろ本当に終わるんで、また、明日の夜とか。お会いできると嬉しいです。終わりませんか？終わります。ごめんなさい。バラありがとう。じゃあ終わるので、じゃあ10秒。待って、フォローありがとう。終わらないでください。ごめん、終わる。あ、また明日遊びに来てくれると嬉しいです。あと、リアルで会えるイベント、大阪でも東京でもやってるので、会える方いらっしゃったら会いに来てください。また Twitter、TikTok、Instagram やってます。Twitter は全部リプライ返してて、Instagram はね、なんか返信すると DM に行っちゃう時があってよくわからないからあんまり返してないんですけど、Twitter だと大体認知できるので見に来てくれると嬉しいです。それでは、声好きありがとう。サイバーハニーっていうゲームがあるんですけど、そのゲームで現在、私が、リリちゃんっていうキャラクターの声優を務めてて、で、昨日もそれでコラボ配信したんだけど、よかったらサイバーハニーっていうゲームね、やってみてくれると嬉しいなって思います。終わらへんのかい？終わりますよ。今日はありがとうございました。終わりました。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、またねー。よく、あ、待って、バイバイ、ギフトありがとう。いや、またね、Twitter、TikTok、Instagram でも遊びに来てほしいのと、あ、待って、ギフトありがとう。またね、遊びに来てほしいのと、そう、Twitter、TikTok、Instagram で遊びに来てほしいの。3月19日は、新宿御苑のコムソーバーさんで一日店長してるんで、よかったら遊びに来てください。3月19日ね。あと、3月19日、あ、待って、バラみんなありがとう、ギフトありがとう。3月19日と、3月24日は、大阪の日本橋でライブしてるので遊びに来てください。詳細全部 Twitter に出ますので、Twitter で、詳細見てくれて嬉しいです。あと4月の3日は吉祥寺でライブしてます。4月の9日30日は東京で撮影会してるので遊びに来てください。それでは終わります。ありがとうございました。コムソーバーっていうのはごめん終わりにしよう。ごめん終わる終わる。ごめんごめん。